私と最後のダンスをしてくれない？何を考えてるの、メイ？可愛い女の子とダンスするときは気をそらしちゃダメよ。いえ、ただ彼らは皆集まった。そうよね。ええ、だからパーティーもゆっくりとクライマックスに向かうの。次はお客さんたちの入場を歓迎しましょう。1人目のお客さんはパフォーマンスを見せてくれるのよ。ちゃんと観察してるのね。そう、照れずにもう少し付き合って。さて、私の運勢はどうかしら。ラッキー。これはもう一人のお客さんの得意分野のようね。これがエリシアの本当の力なら、私もその期待に応えないと。じゃあ私がメイの姉ちゃんを手伝おう。メイの姉ちゃん、会計がまだ済んでないよ。それにエリの姉ちゃんを失望させられないよ。そうだよね、空夢無常。私の幸運を半分分けてあげる。とても綺麗でしょ。復唱は短いものですが、意志はずっと続いていきます。あなたの色、空に広がる群星みたい。だから無限を超えなさい。がっかりさせないでよね。あんたが輝かせた極光だ。この刀があれば刹那は永遠になる。私の好きな色で染めてあげる。剣を持って道を切り開く。さて、万物の黄滅を見届けろ。ここは君のステージだ。螺旋の喝采を届けよう。この黄金の歌で運命の旋律を奏でましょう。戒律は不要。私たち十三英傑を。ずいぶん気に入られてるのね。気をつけて。影でしこっちよ。瞬戦。旧姓の名をもって後世に語り継ぐ。刻印の力が集まってくる。
いつもと同じようにあなたを導いてる。そうでしょ？ほら、彼らはここにいる。このパーティーを見届けてるの。メイがやり遂げたから。メイが十三英傑に認められた人だからよ。少し寒くなるわよ。先人さん、私のこと探してた。これは最後の花向け、最も盛大な閉幕だから、悔いは残さないわ。あなたの全てを見せて、エリシア。ええ、おいでメイ。